今日はここはどこですか？はい、今日は千日前にやってきました。ナンバ千日前ですね、はいはい。今日はどういったお店に？はい、今日はですね、有望な若手シリーズ、はい、第3弾ということで。第3弾。はい、この千日前の裏手の方にあります、はい、ホルモンの美味しい立ち飲み屋さんございまして。お、楽しみですね。はい、そちらにご案内させていただきます。早速行きましょうか。はい、こちらです。こちらですか。はい、アンケラソさんです、ね。アンケラソさん。はい。はい、ザ西尾の店って書いてますね。ということは西尾さんのお店ということですね。そういうことです。はい。じゃあもう早速入らせてもらいましょう。はい。はい、じゃあ早速何から。はい。とりあえずこうメニューを見るまでもなくとりあえず生ビールを。はい。お願いします。生。生。ありがとうございます。じゃあ早速いただきます。生ビールどや。スエっていうのを前から聞きながら、はい、スエとそれからキムチオリ、はいよ、はい、お願いします。スエっていうのはこれは何なんですか？韓国の腸詰めで、腸詰め、うん、そば粉と、うん、豚の血とあとここは豚の血、うん、ここは春雨とか、あ、これ春雨なんや、はい、入ってるんですけど、やっぱ一番に書いてるからやっぱりおすすめメニューなのかな。いや、まあ、なんかお客さんが、うん、食べたいいう人がおったんで、あ、そうなんや、はい、なるほどなるほど。ちょっとじゃあいただいてみますね。うん、どんな味ですか？癖はありますけどね、はい、めっちゃ癖ありますけど、まあジョジャンでね、これでも癖になるっていうだけあってハマるの分かりますよね、はい、ちょっと言いますよ。スエドヤ。ビールの当てにはいいですか？最高です。これもしあれですね、あそこで働いてたらね、くしげんさんで働いてはったんですね。そうです、お手伝いさせてもらってたいうか。あ、そうなんですね。くしげんさんね、前になんかアンケートでしたっけ。そうですね、ランキング1位になったお店です。はい、そうなんですよ、うん、その時いてはったんですか？撮影中は僕はいてないんですけど、はいはいはい、事前に来て食べていただいてた時とかは見てますし。あ、ほんまですか、はい、気づかなかったな。僕はもう裏でこっそり。そうだね。こそこそ気づきそうな感じですけどね。いやいや、ずっと裏でお手伝いさせてもらっただけなんで。なるほど、はい、何年ぐらい働いてはったんですか？5年まで行ってないとは思いますけど、はい、まあ、いろいろあそこでね、美味しいですからね、いろいろ覚えはって。そうですね、覚えたいうか、まあ、うん、もうずっと見させてもらってたんでね。なるほど、なるほど、はい、で、いろいろ店やるにあたって紹介してもらったり。あ、ほんまですか、はい、今も仲良くやってらっしゃる。あ、もちろんもちろん、はい、もう仕入れ先も全部教えてもらって。ほんまですか、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ビールがガンガンと、うん、いける感じですね。おかわりお願いしていいですか？キムチどや。これだけで 2,3 杯飲めちゃう感じですよね。そうそう、うん、まあ、これはまあお得ちゃうかなと思うんですけどね、うん、お得やと思いますよね、うん。お店もオープンしてどれですか？また一月とかちゃうんですか？そう、12月の17ですから。ってことは
った月半ぐらいですね、その時で。ヘトヘトです。ヘトヘトです。お休みはあるんですか。お休み一応火曜日で、火水とかが祝日の場合は木曜に振り替えたり。ああ、はい、そうかそうか。で月に1回ぐらい連休もらえたらありがたいな。なるほどね。思っております。そうですね。はい、でも僕もね来るたびに月でもいっぱいやじゃないですか。言うわよう言わんわということで。まあ、オープンしたたりにしてはよう流行ってますよね。あ、なんかありがたいことになんか いろいろみんな連れてきていただいてね。はい、あ、ビール来てるわ。すいませんすいません。そういえばこのお店の名前ね、はいはい、アンケラソ、はい、聞き慣れない名前なんですよ、ね、大阪弁なんですよ。 あ、そうなんですか、はい、落語、まあ、親父が好きで僕も影響されて見てたんですけど、はいはい、青ないう話があって、はい、そこでまあまあベロベロになった旦那が嫁はんに、うん、どこをつけられてたらこのアンケラソー言うてアホとかバカだれとか、あ、ボケっとしたとかそういう意味で、うん、なんかもう古い言葉で大阪の言葉で、ね、いい名前ですね。そうですね、ありがとうございます。嫁はんが、うん、つけた。いや、嫁はんに怒られる必要がない。あ、そういうことね、はい。怒られるんですか。怒られないっす。怒られないっす。怒らへん。怒ります。仲いいですよね。ずっと一緒でしょ。だってずっと24時間一緒っすね。ねえ、はい、そしたら生瀬もやっていいですかね。はいよ。プルプルですよこれ。プルプルの千枚をちょっといただきます。うわうわうま。ありがとうございます。うまいですね。ありがとうございます。ちょっと言うとこ、生千枚どや。これやっぱ具志堅さん仕込みのこの、はい、仕入れ先も教えていただいて、はい、でそこの仕入れ先の方も用してくれますので、ああ、ね、の出してくれはるんで、ね、なるほどね。これはね、ちょっとびっくりするうまいですね。ほんまですか。ありがとうございます。うん、ちょっとじゃあ生絞りチューハイみたいな。生絞りチューハイ、はい。生絞り。生絞り。はい。あ、美味しい。ありがとうございます。生絞りチューハイ。じゃあそうそう、焼き物をお願いしたいので、はい、なんかおすすめって。心臓。心臓。と、まあ鉄板で炙る豚足とか。豚足と。今日ほんでつらみのスライスがいい。綺麗です。すごい。じゃあそれちょっと順番に、はい、お願いしていきます。はい、心臓どや。すごいですね。アザス。バターで焼くっていうのはご主人のアイデア。そうですね、なんか家でいろいろとやりながら、うん、もうこれが一番シンプルで美味しいな思ってね、はい、美味しい。まあいいです。はい、ありがとうございます。豚足どや。今ちょっと声裏返りましたね。いや、裏返るぐらい美味しいです。これはうまいですね。ありがとうございます。僕ちょっと今まで生まれてから食べた豚足で超美味しいです。うお、本当に本当にそんな豚足いっぱい食べてないですから。
つなび甘いですね。そうなんですよ。こんなんでしたっけ、つなびって。いや、なんか薄い、基本で良いお肉やったんです、うん、ね、はい、もう薄く切ったのがうまいですね、つなび。つなび、どや、あの、締めで、はい、西尾の焼きそば、わかりました。卵は乗せますか。もちろんです、はい。西尾の焼きそばってどういうネーミングなんですか。いや、ここアンケラソザ西尾の店で2人とも西尾やから。あー、そっか、それだけ。そういうことね。まあまあ、あの、焼きそばはもうずっと好きやから、はい、ね、もういろいろ試したし、はい、ソースもいろいろ試したんで、まあまあ、あの、研究言うたら大したやけど、いろいろ考えてやったから食べてもらいたいな思って。自分たちの名前を関して、はいはい、なるほど。このソースは、あの、ヘルメスですわ。あ、はい、ヘルメスね。うわ、うまそう。うまい。ありがとうございます。西尾の焼きそば、どや。むちゃくちゃうまいですよね。ありがとうございます。ちょっと僕涙目になってます今。もう、もうなんかもう好きなもんだけ入れたいいう感じですわ。、うん、ちょっとあのヤンニョンの肉味噌が、はい、ちょっとピリッとするんで、そんな甘すぎもなく、あてなるっすよ。そんな感じです。そんな感じ。うまい、うまいわ。ありがとうございます。じゃあちょっとあの、フルーツカクテルっていうの、ワインのフルーツカクテル、はい、これ何がちなみにフルーツ入ってるんですか。オレンジとグレープフルーツ、リンゴ、キウイです。キウイ、はい。これちょっと最後の締めの後の食後酒的に、あ、いいですね。いいんちゃうな。いいんちゃうな。ドヤは言ってないです。あ、そうですね。フルーツカクテル、ドヤ。すいません。本当に美味しいお料理とお酒をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これあのうちの番組のですね、はい、ドヤ認定店というステッカーなんですけど、これお渡ししますんで、はい、またあのいいところとか出ていただきます。ありがとうございます、はい、いただきます。じゃあ最後あの一緒にカメラ向かってアンケラスをドヤで、アンケラスをドヤ、はい、はい、お願いします、はい、せーの、アンケラスをドヤ。いや、今日もたくさん飲んで食べて美味しそうでしたね。はい、もうちょっと酔っ払いました今日は本当に。はい、わ、はい、かりました。じゃあ今日はこの後どちらへ。ちょっとね、あの、またドヤ飯にゆかりのあるお店がこの近くにあるということをつけましたので、楽しみですね、はい、今からちょっと行ってきます。わかりました、はい、じゃあ次回もまた美味しいお店教えてください、はい、行ってきます。では気をつけていらっしゃいです。